暑い。こんばんは、こんにちは、こんにちは、こんばんは、どうも、ST48 の滝乃美子です。はい、ということでですね、はあ、もう疲れてる私は、はあ、はい、ということで本日のお家で STU、STU 体操は私、STU48、滝乃美子が務めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、割とね、こう毎日見られてる方が多いんじゃないかなって思うので、はい、そうですね、あの、まあ私も最近はみんなのを見て勉強してましたが、そう、さっきも練習してたんだけども、もうそこで体力を使っちゃったので、はい、よかったら皆さんも一緒に、これ毎日5時、そうですね、大体5時にやってます、各メンバーが。わかんない、こうなんか学生メンバーとかはね、学校が始まって5時にできなかったりとかするから、その辺はもうなんだろう、時間ずれてるみたいなんですけど、のんちゃんとかもね、違う時間にやってたし、まあ基本は17時ということですね。もう疲れてる。はい、それでは早速、もうちょっと休憩しよう。まあ何にもしてないと思いがちだけども、結構やったのよ。はい、ということで、じゃん、ステフォーティート体操、現在の回数見えますか、こちら。ちょっとお隣さんに迷惑かかるから、例えば。はい、ということで、私はですね、今回回数を自分で決めておりません。こちらの私の携帯ですね。ただいま先ほど17分前に、まあ始まる15分前にツイートした、ツイッターにツイートした投稿があるんですけど、それのいいねの数、まあさすがにいいねの数分やったら私は700とかやらないといけないことになっちゃうんですけどの、いいねの数、200いいねで1回やりたいと思います。だから今700だから、普通に考えて3回なんですけど、こう3回やってるうちに800いいねになったらもう1回やりますよということです。はい、はあ、あ、何飲んでる？これはですね、みちょです。みちょの飲まないといけないので。聞こえる？ここに置いたら聞こえますか？そうなんです、しゃがんだら消えるので、皆さんも一緒に消えちゃいましょう。という、なんか聞いたことない。あの、そう、多分私皆さんよりもこの体操全然やってないので多少間違えてしまう箇所があると思いますが、その辺はご愛嬌ください。なんて言ったらいいんだ、ご了承ください。はい、多分ね、私が間違えても皆さんはこういつも通りのこうみゆみゆとかがやってたやつを
ちょっと形違うなと思っても自分の信じる方をやってください。はい、それではいきまーす。せーの。じゃあまずは首を回しまーす。せーの。反対。はい、次横に。横に。せーの。前。開けますね。今ので痩せたと思います。髪くくろっかな。ウインクのタイミングを逃してしまいました。ごめんなさい。皆さんちゃんとウインクしましたか？私に向かって、私に向かってとびっきりのスマイルでウィンクをしてくれましたか？はあ、ああ、この可愛く見えると思いきや割ときつくしてやるから頑張ってねって言ってた。あとはこれメンバー用にちょっときつく作ってあるから、これファンの方も結構一緒にやってるんですよって言って。よいしょ。
それでは、あ、2回目のチャレンジでございます。はい、はあ、はい、あ、間違えた。あー、ちょっと待ってね。あ、はい、ラビー前、パン。この時足は曲げないでくださいね。左伸ばす、右伸ばす、左伸ばす。これは触れてる足の方だけ足を曲げてください。はい、ふぅー、ずーん、パン。はい、お尻、お尻が今筋肉痛で本当に多分だからお尻は休めません。バン、いないいない、バン、いないいない、バン。あ、ウインクだ。はいはい、せーの、あ、まだか。はいはい、せーの、右左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 、はいはい、いただきます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 。はい、左手、はい、かわい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 い。はい、半分。カップで半分。サンフレッチェですね。これは、そう、いただいたやつ。中国新聞さんにいただいたやつですね。ああ、タオルって紙。本当に、汗っかきなんで、もう。汗が止まらない。皆さんも汗よく引いてください。3回やったらいい、終わる。すごい、30分で1000いくとは思わなかったので、ちょっと油断してたかもしれない。はい、200いいねで1回っていう風にやってます。そうです、スティール体操。ちょっと外の音入るんですけども、何も聞かなかったことにしてください。あの、本当に何も聞こえない、何も聞かせてくれないって感じでお願いします。体操、あーもう STU 体操、体操。今2回終わった。よっしゃー。あと半分。ラストスパートですね。折り返し地点か。間違えた。はい。で、この後ろの文字見えますか、皆さん。見えるかな。なんて書いてるか。2回でも大変。それな。あ、見える？よかった。じゃーん、次は。忘れた。3回目でございます。拍手。まずね、今ので痩せてたらいいな。なんか私毎日ジョギング2時間ぐらいしてるんですけど、最近なんか痩せたくってっていうか、なんだろう、まあ運動不足だから運動しようと思って運動してて、これめっちゃ運動してない私。なんかだいたい6時から8時9時まで 2,3 時間走ってて、これって私すごいって自分で思ってたんだけど、普通に考えたら、あの、公演やるときって6時から9時まで約公演してずっと踊ってたから、まあ、それでも別に私はなんかガリガリにならなかったから、あ、待てよって、多分ダンスしてた方が汗かいてたなと思って、あ、はあ、それは無理だわって思いました。1日 2,3 時間じゃね、こうやっぱりまだまだ甘いってことですかね、はあ、この体操は何だろう、最近はこう6時から走ったりとかしてたので、まあ日によってなんですけど、
なんか5時からエステ体操やってるメンバーと一緒にエステ体操をして、それがなんか準備運動みたいな感じでした。はい、爪が甘いぞ本当に。それな、でもこの体操を続けたら、でもなんかこれダンスの先生が考えてくださってるので、なんか結構本当にいろんな筋肉を使う体操なので、これはいいですね、筋トレ。あ、まだまだ行けますか。本当にすごいな、みゆみゆとかマジで30回とかなんでやったのって感じですけど、みちとかね22回とか。はい、あ、もう始まっちゃう、待って、ダメダメダメ。はい、はい、皆さん、エステ体操の第3回目が始まるよ。はい、回す、右、はい、左、はい、はい、右に倒すよ。はい、首って意外と凝ってるかも、一番最近首が凝ってるかも。はい、はい、前、パッ、右、これ足曲げないでね。左、2、3、ダー、アイ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 、右、パン、はい、音立てて、アイ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 、はい、はい、伸ばす。これが意外ときついんだよね。これ、あの膝の先を外に逃がしちゃダメなんですよ。前に、前に逃がさないといけない。はい、最近お腹がやばいなって思ってきて、今まであんまりお腹って意識したことなかったから、衣装でどうせ出ないしみたいになってたんだけど、最近自分の体を見つめ回した時に、え、私ってお腹やばいんじゃないかなってようやく感じてきました。はいはい、はい、あとは自分が一番やりたい箇所としては、まあ二の腕は永遠の課題ですよね。早く、はい、1、2、3、4、1、2、3、4、はい、足上げ。これは中学校の時に足上げはマーチングをやってた時に1日120回とかやってた。もう太もも取れって、もうあの太ももじゃなくて、なんだっけ、あのあれ、便器の木床の裏が取れたと思った。早く、早く、はい、皆さん、あの皆さんはきっと黙ってやってるんだろうけど、わかんない、もうユミリンきついよとか声出して言ってくれてる人いるかもしれないけど、これ喋りながらやるのって結構辛くって、本当にマジで黙ってやりたいです。でも喋った分なんか肺もね鍛えられそうなので、これから公演が始まってこう歌いながらダンスするって時にもね、こう腹筋とか鍛えられたら
こう息安定したりとかねしますよね、きっと。はい、マリーナもすごかった。へえ、どっちのすごかっただろちょっと水を足してきます。いやでも私はこの体操でシュークリームを消費するって決めたので、シュークリーム分は頑張る。これを始まる前にどうせ消費するからいいかってシュークリーム食べたんですよ。シュークリーム分は頑張るって決めてる。先に食べるスタイル。そう、私運動するとお腹空かなくなるんで、まあいいことなんですけど、めちゃくちゃいいことなんですけど、あ、だったら運動する前に食べようってなっちゃうんですよね。なぜか超意味わかんないんですけど、だから運動する前に30分前ぐらいにシュークリームを食べました。シュークリームが食べたかったので、まあシュークリーム分まだなんだって。なんかこういう時思うよね、シュークリーム食べるんじゃなかったって。みんなそうか。暑い。でも私クーラーつけてないんだよ、偉いでしょ。はーい、あごめんなさい、毎回こう流して。3回目達成ということで、次の回数は4回目になります。やば、本当に家が暑くって、なんかこれが多分めっちゃ言い訳だけど、クーラーとかついてたら全然違うんだろうなって。クーラーつけろよって話なんですけど、私は運動しながらクーラーをつけたら負けだと思ってるので、こういい汗をかいてる今は。今この汗を冷やしちゃいかん。こう汗をかくことによってこうデトックス効果もあって、こう綺麗になるですよね。綺麗になりたいと思います。はい、大切。よいしょ、それでは行きたいと思います。はい、 STU 体操4回目行きたいと思います。そうそう、シュークリーム出そう。あ、はい、回して回して、はい、あれ違う、ちょっとやり直し。させん、ごめんなさい。シュー体操4回目が始まりました。はいはい、はい、みんなで頑張りましょう。はい、右、はい、左、はい、右。これが一番気持ちいい。もうここで終わりたい体操。はい、前かがみ。あ、これはね、ダンスの先生は、はい、私と目線合わせてくださいねってやってるの可愛くない。1、2、3、だーい、あ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 ーい、右足、タッチ、左足、あーい、あーい、後ろ、後ろ、あっ、違った、はい、あー、はい、あー、はっ、太もも、つい、太ももが痩せてます、今、はっ、やった、嬉しいなー、はい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 、最近腰が、痛くって、でもそれは腰の筋肉が痛いんですよね。なんか伝わるかな。はい、1、2、3、なんかお尻の筋肉が痛くって、それに伴って腰の筋肉も痛いんだよね。何なんだろう、筋肉痛っていいことだよね。筋肉使いましたよ、ちょっと。はい、締める、そーっと内
側そうそう内側そうそう内側そう。はい、止まります。はい、やって。はい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 。足上げ。なんか勉強なくてこの裏側これ50回やるぐらいだと本当にあやばい取れる取れるってあ分離するってなるんですよね。はい、お尻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 。先生はこうやってやってる。はいやって。はーやって、はーい。これが一番なんかちょっと運動してるっぽいよね。このこれがなんかエクササイズっぽい。私運動してるってなる。はい、やだね。はあ、やだね。はあ、やだね。はあ、うん。あ、じゃあ皆さんウインクらしいですよ。皆さんのお得意な。右左右はいどっち右はいパカッ早くタッ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 タ何の曲だっけね。さあ、レッパ。あ、すごい。あ、えっ。あれー、あれフォローはエメラルド。でも私が踊った曲だな。なんだろうな、何の曲だろうな。シャッターの女神じゃない、いや違う、私が踊ったことある曲。何の曲だろうな。あ、めっちゃモヤモヤする。後でちょっとみゆみゆに聞いてみよう。結構しんどいですね。銀ガムチェックもね、踊ったことないです。私もうやばい、汗やば、汗も滴る。いい女、あ、頑張るぞ。すごい、もう9000人も見てるの、この時間に。やばい、みんな9000人やろう、一緒に9000人でやろう。どうですか、まだシュークリームは消費してないかな。どうだろう、うん、ちょっと待って、スタッフさんに返すね。ごめんなさい、今の1回サボりました。本当にいいよ、正直で。ってことは3回やってくれたの、ありがとう、優しい優しい。ちょっと音源が消えちゃった。音源が消えちゃった。あ、1万人突破、本当にこの時間に、え、ありがとうございます。この時間に配信したことないから、この時間が人が集まりやすいのかにくいのか分かりませんけど、ありがとうございます。ちなみにこのえへへ T シャツは私がデザインしたえへへ T でございます。私が一昨年、あ、あるよあるよ、よいしょ、じゃん、私が一昨年74位に、あ、カチッて言ってた、ランクインさせていただいた時にランクイン T シャツとして作ったパラの方は持ってる方が多いんではないかなって思います。ちなみに私はこれ2枚持ってます。
1個は自分で買った1枚愛用ズボンの一つです。半ズボンが多いかな、レッスンは、うん、体重落ちたわきっと。え、でも分かんない、私お水飲んでるからいっぱい。まあでもデトックスはされてますね絶対。好きじゃないんですよね、裸足が好きなの人なので。うん、よく裸足で歩き回って怒られてる。楽屋とか。次はさビールなの。いいかもしれないけど。あとはその先生に言われたのが、運動する前に食べなさいって。その炭水化物とかを何も食べない状態で運動すると、この筋肉がつくんじゃなくって、筋肉の栄養を使って体が栄養を補うから、まあ、いろいろ多分諸説あると思うんですけど、だからなんかそう、そこから栄養を取れて筋肉がなんか痩せちゃうから、逆に。だから、まあ、プロテインとか運動する前に飲むもよし、ゼリーとかもなんかそんな感じのことを言われました、はい、よく知ってる。そう、先生、ダンスの先生は本当に何でも知ってる方で、結構ね、うちの知識も結構専門的に学ばれてる方なので、なんかね、何がよくわかんない経歴の人なんですよ。なんか本当によくわかんないんですよ。お医者さんもどきじゃないけど、そんな感じの人だし、まあ、ダンスももちろん一流の方だし、となんか、なんか、うん、なんだっけな、空手じゃなくて柔道じゃなくて剣道じゃなくてなんかもやってて、なんか全国大会に行くためにめっちゃ減量して、だからなんかダイエット法とかすごい教えてくれる。こうやると体重が落ちるよとか、まあ、実践するかしないか置いといての話なんですけど、合気道じゃないな、何なんだろう。いや、テコンドーじゃない、合気道じゃなかった。何キロ級とかあったから、いや合気道じゃない、ボクシングじゃないな、何なんだろうな、合気道なのかな。だけどもずきな、まあだって医者ではないからね、だ一応ダンサーさんだから。合気道なのかな、ちょっと今度会った時聞いてみますね、いつ会えるか分かんないけど。氷はちっちゃい頃からめっちゃ食べてた、あの家の冷蔵庫の氷をずっと食べてた、舐めてた、噛んでた。でもあれってそのまま口に入れると、あの舌に張り付いちゃったりとかする。じゃあと何回、1377ってことは3割る200って何回だ、50回。いやそれはね、さすがに大丈夫、ない、自分の人気と比例してもないので大丈夫です。
それはなんか思ってない。1万回1万いくんじゃないとは思ってない。この自分の日頃のツイートのいいね数とか見てもそんなすぐ1万いいねとかつくような人ではないので、私は別に、だからいいです。はい、はーい、エフピエ体操5回目始まるよ。はい、首前はします。右左、あ、これが気持ちいい。で、一緒やってたいの。右左、はい、倒します。はい、あたし手目合わせてねーって言ってる先生、かわいい。同い年なんだよね。はい、1、2、3、だ、あい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 、バッチ、前タッチ、後ろタッチ、後ろタッチ、自由、自由、はい、前伸ばす、前、これがきついんだよね。こう触る足を前にしか曲げちゃいけない。これがね、太ももとお尻に結構くる。太ももとお尻痩せたい人は今は一緒やってたらと思います。これ腰が痛いな。腰痛い人無理しないでくださいね。腰の痛さはもう痛いほどわかるんで。私この前お風呂上がりにぎっくり腰もどきになっていいやと思って家計的に腰が弱いんですよね。でも本当になんか、あ、やばい、ただね、はあ、お疲れ様です。一緒にやってくださった方、お疲れ様です。乾杯。PK。違う、KP だ。KP。水分補給をしっかりしてください。本当に1回で1本水飲んでもいいですよ。見てるだけじゃ暑い。そうだよね。うん。代謝良くなりそうです。代謝はいいんですよ、めちゃくちゃ。すぐ汗かくし、めちゃくちゃ代謝いいんですよ、本当に。本当にそう、イメージと運動できてましたね。え、楽しいね。はあ、エアコンはつけてないですね。今日暑いよね、本当に本当に暑い。壁、私は壁になりたい。紹介します。うちの壁です。好きな季節はいつですか？いいから早くやれって。はい、背中に汗かいてる。あ、これこれ汗？やば、背中の汗やば。
あ、でも言うてこれも汗なのかな。どう、汗がめっちゃ代謝やば。あ、すいません、ちょっとお外が騒がしくって川みたいになってる。すごい。そうなんです、このぐらいめちゃくちゃ汗かきなんです私。汗、僕は汗だ。背中痩せた、本当にやった。汗に気づかん、だってもうここ見てやってないもん私、画面見てやってるからずっと。うん、足が分かりづらいか一緒に踊りづらい。そうだよね、あのまあ想像にお任せします。はい、その本当に分かんないよって人は明日多分コークがやるのかな、分かんないけど、他の毎日やってるのでね、配信を見て一緒に分かん、もうどうしても分かんないよって方は手だけでも一緒にやると麻薬二の腕が痩せます。筋肉なくなったんだよね私。ちょっとになんかそう、ここのお肉がついちゃって、ね、ちょっとなくなっちゃった。もともとそのマーチングしてた時にめちゃくちゃ筋トレをしてて、お腹もだからちょっと割れてた時期がある。このプッシュアップっていう1、2、3、4、5、6、7、8、9、じゃ次下にやって 1、2、3、4、5、6、7、8、9、じゃ次前にやって 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4っていうのを1日5セットぐらいやってて、でもこれはみんなでやるし先輩が見てるから手上がってないよとか言われるわけですよ。で、あとはこの1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20みたいなの150回やってみたいな、なんか本当に運動部系の筋トレをしてて、なんでかっていうとマーチングをやってたので、こう基本の姿勢がこれなんですけど、これで楽器をこう固定しないといけないから歩きながら、だから腕の筋肉をどうしても鍛えないといけないので、これはあのこうあのなんだろうな、もう忘れたけど、リアマーチだってこう前進するだけじゃなくて、こう後ろ向きにも歩かないといけなくって、そういう時にバランスが崩れるからこの足上げもやらないといけなくって、あと腹筋もめっちゃやってたなし、こうなんかあとはなんかマークタイムってなんだろう、足踏みみたいなのをすごいしないといけない。なんかこのマーチングの中でもこの曲の中にマーチング足踏みを100回入れないといけないとか、この1回外を回らないといけないとか、このターンなんちゃらターンはしないといけないとか、いろいろ規制があって、だからなんかめっちゃ練習してたな。めっちゃ運動部だったな。走り込みとかしてた、運動場の足みたいな。でもそれはマーチングって大体まあ夏なんですけど、大会があの夏休み中だったり夏休み明けだったりするんですけど、冬場はあの寒いからっていう理由で、なんか基礎練する前に楽器の運動場に一周するとかで、体を温めてから楽器を吹きましょうみたいなのやってたりとかしたな。懐かしいな、すごい。
それはその中学生の時の引っ越す前のマーチングをしてた学校のやつですね。高校に入ってからはこう筋トレとかもそうだけど、やっぱり腹式呼吸のなんか 4拍吸って4拍吐いてとか、2拍吸って40拍吐いてみたいなのとかめっちゃやってた。呼吸法みたいなと、あとは1、2ってこの顔の筋肉をほぐさないといい音は出ないぜみたいな感じで、顔を1、2、3やってました。はい、ということで休憩はね、まあ、そろそろにして、もうすぐ1時間が経ちますが、皆さん元気ですか？え、次6回目冷やすぐらいかな。これやばい、毎日やってたら本当に人生変わりそう。え、これ毎日やってる人いるのかな？絶対人生変わってると思う。なんか本当に人生変わりました。で、こう30代男性、東京都男性とかでなんか出した方がいいと思う、これ。それでは、あ、なんか株価開いちゃった。知らない。株価は知らない。株ね。もうちょっとお金があったら株やってみたいですね。はい、それでは SQ 体操6回になりました。そうそう、シュークリームを消費したんじゃないかなって思います。はい、回しましょう。はい、あ、はい、6時になった。ちなみにこの音楽はフラワーフェスティバルの牛が牛がはい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 、パッ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 、あ、パじゃない、伸ばして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 、はい、はい、私の顔目を合わせてくださいねって言ってる先生は、かわいい、早く早く、早くエサポイサ、二の腕痩せろ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 、はい、羽ばたくよー、せーの、羽ばたくよ、羽ばたくよ、はい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 、足痩せろ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 、はいはい、リチャク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 、早く早く、あーい、燃えろ燃えれば脂肪よ、燃えろ脂肪よ、燃えろ、はい、逆、あ、今日いっぱい寝れそう、はい、次はウィンクです。ちなみに私、まあ6回見てくださった人は分かると思いますけど、ウィンクできません。せーの、右トントントン、うん、ウインクできないんだよね。だからウインクできる人は私よりアイドルに向いてると思います。せーの、あと二の腕もそうなんだけど、二の腕と手首の間のお肉ってどうやって落ちるんですかね。うん、
首のアイスレッシュ甘い。そう、これはなんか入った時に教えてもらって、これってダンス下手くそでも一生練習してたらできるからってダンスの先生に言われて、一生やってたらできるようになった。家でもずっとやってたな。そう、なんか私ダンスできないんですけどどうしたらいいですかって聞いたら、まあなんかやってなんか回数こなした方がいいよって言われて一生やってた。めっちゃ汗かいたね。めっちゃ汗かいたね。すごい、1万5000人も見てくださってありがとう。ちなみに私もう終わり、何かやったらいいんだろう。おっ、1600ぴったり。ってことは8 2 7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 
あと2回ですね。はい、いや、いける、いけるいける、私もよかった。あー、床に描いちゃった、やばい、床に描いちゃった。あとで消そう。7が突き通っちゃった。大丈夫、これ私消し方知ってるからね、大丈夫。このマッキーの消し方知ってるんで大丈夫です、問題なしので。私のサインってよく床につき破るんですよね。あの STU ユミコって書いてるんですけど、 STU U の U がね、いつもね書いちゃうんだよね、下に。そう、だから消し方はもう熟知してます。水出してきます。今日めっちゃ水飲んでる私、やばい、めっちゃ健康的だ。え、これ毎日やりたいな。もういいや、嘘ついた今、嘘です。いいや、毎日はいいや。みちょです、みちょ、私が最近ハマってるみちょ。毎日はきついよね。そうだよね。みちょはそう、美しいすって書くので、すです、す。はい、それでは7回目行きたいと思います。はーい、それではエステ大佐7回目です。ちなみに ST4K と77でも頑張ってます私。今なんとか昨日の時点で全員の200位以内には入ってたかなって感じ。こう質量頑張るとかじゃなくて、ちょっと私にも私の作戦があるのでこう頑張ってます。あい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 右足立ってくる。
解決とはもう。ここに力が溜まってきただろうみたいな。あとなんかね、ストレッチマンと一緒にピンクの動物がいて、なんか、あ、なんて言うんだろうな、あれってなんていうやつだっけな、ストレッチマンみたいな、うん、なんていうやつ、ピンクのね、いるんだよね、あれは何なんだろう、何の動物かわかんないんだ、あ、マイロン、そうそう、マイロン、マイロン、マイドン、え、懐かしいな。なんかストレッチマンこの前と結構前に見たときに、なんかストレッチマンネオみたいな感じになってて、はいはい、私はさ NHK の教育番組で育ってるのでストレッチマンもめっちゃ持ってたし、あとはこの前ね、すみれ先生でご一緒させていただいたワクワクさんとかももう本当にずっと見てたので、う、い、うん、すみ、やり、すみ、やり、すみ、やり、ダンダンダン、はい、はい、ピースだけはキレがあって草、え、ありがとうございます。なんか褒められてるのかわかんない、草ってつけられたら、あ、お水タイムで、お水タイム、ああ、なんか久しぶりに、そうだ、ジョギングはしてるんだけどね、何なんだろう、ジョギングはしてるんですよ、動いてる。それにこのミチは結構薄めてるな、ほとんど味ないぐらいかも、うん、体にいいって言ってもね、ちょっと甘いのでこれ。でも私あの水をあんまり飲めないので、水としてだからちょっと、ちょっと薄めてる程度かな、カルピスくらい薄めるの、え、カルピスこそ私もロックで飲むぐらい、カルピスを氷割りロックで飲むな、まあ、薄めるとしても21とか濃いめが好きなんで、そう、原液を、やばい、1万7000人も見てるの、もうやめてください、もう終わるんで、言うてもう終わるんで、私今いいねの数いくらだろう、ちょっと、え、めっちゃ消えたやつ、私今しゃがんでるんで消えてます、1685、
ってことは次やって次やり終わるまでにいいねが1800にいかなかったら終わり次でってことですか。説明しよう。今回の回数は始まる15分前にツイートしたツイートの投稿のいいねの数200ごとに1回やってるので R。 頑張ろう。あ、音が出ちゃった。そう、先生がやってる。かわいいな、本当にかわいいんですよ、ダンスの先生が。本当にかわいくって、本当にかわいい。頑張ろう。よし、ラスト8回目エイト。あたまりになって向かい合ってみんなして踊れ、ラララララララ僕たちの蜂の空、ちゃ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 。じゃあぜひ最後は皆さん一緒にやりませんか。もしまだやってないよって。そう、私ちなみに一番好きな数字は8です。無限な感じがして、あとはこう8って言っても末広がりでね、すごく縁起がいいので、ちっちゃい頃から好きな数字は8です。はい、まあ、7は好きなんですけど、まあそれはまあ例外として好きですね。はい、ラッキーセブンっていう意味で、まあ、7と8が好きでして、でもちっちゃい頃でも好きな数字はって言われたら8です。ちょっと待ってね、音源探してます。そう、1回1回ね、そう消しちゃうから、消しちゃうから、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、どこだ、ちょっと見つかんない、ちょっと待って、見つかんない、見つかんない、見つかんない、早く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 、最終ラウンドですね。これ結構足にくるね、てか全体的にくるね。よし、それではいきます。はい、 FTU 体操8回目でございます。皆さん一緒に頑張りましょう。せーの、右左、あ、なんかすごい胃が水もたれ、水もたれっていうのかな、なんか胃がタプタプになってきた、水飲みすぎて。はい、最初元気にいきましょう。せーの、1,2,3だー、あい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 、タッチタッチタッチ、左左、あいあ、はっ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 、足やけど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 、はい
今足踏みしてます。はい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 、腕やせろ腕やせろ、あー飛ぶよー、バタフライバタフライ、もも上げ、ちなみにもも上げは当たり前ですけど、しゃがんだ時にかかとを下につけちゃダメです。うんもも、はい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 、早く1、2、3、4、はい、あ本当にずっと足見えないな、あるよほらここに足足足足足が見えるかな、ちょっと、はあ、めっちゃ床がキュッキュッってる、これこの裸足でやるとね滑らなくて、どうしても、はい、じゃあ皆さんお待ちかね、ウインクでございます、あ、ウインク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 、ゴソン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 、はい、パッカーン、パッカーン、はい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 、やったー、やったー、万歳、しゃがんでパッ、しゃがんでパッ、何そんな劇的な感動的なやつ、いいよ、ほんとだ、え、なんかそういう振り200人でこれ決めました、200人グルですか、もしかしてこれ200人グルですか、グル説もあります、こう200人うっしっしし、ラストにいいねしてやろう、うっしっしっしって、私がファースファースとかしてやる間にポチってうっしっしっし、これでこれであいつは最後だと思って張り切ってるけど、もう一回実はあったんだな、はっはっはっは、ツイッターのいいね200で1回というのをやってたので、じゃあはい、もう一回やりましょう、次がラストですね、今1800いいねということで、まあ普通に考えたら次がラストですね、はい、頑張っていきましょう、すいません、いいねします、いいえ、ありがとうございます、いいね、ありがとうございます、私はもう嬉しいございます、皆さんのいいねが私のこう活力源でございます、なんか体が勝手に動いちゃう、あちょうど仕事が終わる時間帯、なるほどね、この18時半ぐらいがちょうど皆さんこう終わりなのかな、お仕事お疲れ様です、じゃあれかな、帰りながらとか見てくれてるのかな、きっとこの配信を、なんか家でやってんなこいつみたいな感じで、もうさっさとやりましょう、あそうだ、回数を測らないといけないんだったの、ほんとね、9って音符みたいだよね、かわいいよね、
ということで、スティー体操の次はラストになるといいですね。ちょっと待って、本当にしんどい、これやりましょう。やりましょう。それでは行きます。はい、エスティー体操9回目になりました。皆さんラストまで切っていきましょう。せーの、右、はい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 、私と顔を見合わせて、ということで、今のよいしょ、ちょっと早めにもう終わっとこう。今の ES1897 ということで、私のベスト体操9回目以上となります。イエーイ。どうでしたか皆さん、やってくださった皆さん、そして見てくださった皆さん、ありがとうございます。こう見ててね、いやここもっとできるだろうって人はぜひお家で自分でやってみてください。私よりもキレッキレにお家で踊ってみてください。はい、これは毎日一人ずつこう配信してるってことで、多分毎日17時ぐらいからな、かな、いろんなメンバーがやってるので、まあ次誰のメンバーだろうって知りたい方はぜひあの STの の公式 LINE でなんか来るので、メッセージが、私よくあれ間違えて消しちゃうんですけどあのあれで来るので、今日は誰々ですっていうのが
なので、はい、ぜひそちらでねこうチェックしていただけたら、それかまあメンバーによっては前日とかになんか明日やりますってやってる人もいると思うけど、まあ一番いいのはこの LINE で来るので、なんかよくその公式 LINE なのか私たちのグループなのかが分かんなくなって、この前なんか千穂ちゃんが配信実況配信みたいなのした時に、こんにちは石田千穂です、私は今日実況配信をします、見に来てくださいえみたいなのが公式 LINE から送られてきた時に、あの千穂ちゃんの個人 LINE から来たのか STU のよいしょ、ただいま20%になっちゃいました、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、そう分からなくって、千穂ちゃん結局この公式 LINE から来てたっていう、あなんか千穂ちゃんがどこで喋ってるのかが一瞬分からなくて、なんか ST の公式のアカウントのアイコンと私たちのグループのアイコンがちょっと似てて、 UI がだからちょっと分かんなくなっちゃいます、いっとも、携帯も頑張ってね、携帯もすごい頑張りました、携帯もありがとう、こんなに頑張ってくれて、はあ、いい汗かいた、汗がキラキラしてます、はい、今日はぐっすり寝れそうな予感ですね、同じ山口県なのでおしめになります、お、ありがとうございます、ほぼほぼ毎日ショールームやってるのでぜひ、どこかにフォローボタンがあるので、フォローしてもいいしフォローしなくてもいいし、まあまあショールームは基本的にこうダラダラしてるので、まあ暇だなって人はね、みんな見てくださったら嬉しいです、ということで本当はこの時間私いつも七並び勝ちってるんですけど、ちょっとはい運動してたので七並びができてないので、今から夜まで七並びをガチっていきたいと思いますので、今日の配信はこれで終わりです、はい、最後まで見てくださってすごい2万人の方がありがとうございます、見てくださってありがとうございました、じゃん壇上をね読んでいきたいと思います、13位アランさんありがとうございます、12位七福神さんありがとうございます、11位カミンさんありがとうございます、トシキさん、ST 体操お疲れー、お疲れんかん、お疲れんかん、休みみんでみん、ありがとうございます、9位フルフルさん、ありがとうございます、8位一条ひかりさん、ありがとうございます、7位タネさん、ありがとうございます、6位ハネミンさん、滝の神足、ありがとうございます、5位おいでまち元気さん、女神、ST 体操お疲れんかん、よくやったありがとう、お疲れんかん、休みみんでみん、ありがとうございます、4位くまねパパさん、仕事終わりに見えてよかった、お疲れ様ありがとうございます、お仕事お疲れ様です、3位トイラーさんありがとうございます、2位リキューさん、9回自己記録体機能体調お疲れんこんありがとうございます、お疲れんこん、何みんなお疲れんこんって言うの、この時間そうなの、お疲れんこん、休みみんじみ、すごい9回一緒にやってくれたのかな、ありがとうございます、そして第1位がゴーセムさん、しゃべりながらきついね、いい汗かいて、はいビールありがとうございます、でも残念ながら私ね意外とっていうかビール飲めないんですよはい、まだ子供なので、はい、ちょっとビールはまだ飲めないんですよ、ちょっとまだ苦いって思っちゃう、はい、こちゃまー、そんな私はもうみちょが一番美味しい、もうこの最近はめっちゃ健康的、うん、それでは1時間半見てくださってありがとうございました、明日の1日頑張りよみー、それではまたいつかまたいつか
ありがとうございました。バイバーイ。